まあその一番最初にどういう経過っていうのははっきりスタートのとこ分かんないですけど、まあこれ冗談みたいな話ですけど、あるパーティー会合があって、そこで小島監督から最近どうみたいな、いつもみたいな話があったんですけど、ちょっと手伝ってほしいものがあるんだよねみたいなことをこう言われたんですけど、その時冗談だと思ってたんですよ。全然で冗談だと思ってたんですけれども、実際改めて、いや実は本当に仕事したいんだと、でこのタイトルをやりたいんだ、まあ僕としてはその以前からこのタイトルあることを知ってますし、順調に制作されてるのかなと思ってたんですけれども、もう一回こうやり直したいということもあってですね、うちとやりたいというふうにお声掛けしていただいて、でうちとしては非常にまあ意欲的なタイトルになるんじゃないかということでお受けしたというような経緯です。まずはその僕たちが作ることによって面白くなりそうなジャンルだったっていうのはもちろんあるんですけれども、単純にそのメタルギアっていう世界にこう名前が売れてるタイトルに関われる、まあそれはナンバリングのタイトル作品ではないにしても、メタルギアっていう作品の中に少しでも関われるっていうことは、ファンとしても作り手としてもやっぱりワクワクはしますし、そのワクワクした気持ちが全てですね。まあ、会社の今の状況がどうだとか、チームの今の状況がどうだとかっていうのはほとんど関係なくて、自分自身がワクワクしちゃったんで決めたっていうのが一番でかいですね。とにかくその時間がやっぱり厳しい中で制作をしているので、いろんなことが大変ですっていうのと、あと小島プロダクションとこう組んでやるのも初めてなので、いろんなことが、まあ日々新鮮であり大変でありですけれども、まあなんとかこう面白いタイトルとして世に出せる手応えみたいなものはつかめてきたかなというふうに感じています。まあちょっとずつやり始めている段階でもそうですし、まあそのまだ全然コラボレーションしてやるとなる前もそうですけど、やっぱりそのクオリティ面、まあ、絵的にもゲーム的にもそうですけど、まあ、僕がカットシーンイベントを担当してるんで、やっぱりちょっとそっちに目が行きがちなんですけど、やっぱりそのメタルギアにしてもそのカットシーンにおける絵的なクオリティの高さっていうのは、やっぱりその世界的にもトップクラスだと思ってましたので、やっぱりそういうスキルの高いチームだなという印象は持っています。当初はですね、フォックスエンジンで僕が作ってたんで、フォックスエンジンで、で僕らが作ったストーリーと世界観とモデルを使っていただいて、それをプラチナさんのゲームデザインに置き換えて仕上げようとしてました。なんですけども、彼らと話しているとやっぱり彼らの良さってあるんですよね。なんで、お話も全部変えました。設定も MGS4 の後になってます。でキャラクターも、プラチナさんが、作りたいキャラクターもいっぱい登場してますし、そういうことで言うと本当の作り直しみたいな感じですね。だからフォックスエンジンじゃなくてプラチナさんが一番使いやすい彼らが使っているエンジンで今動いています。今まではカメラワークとか演出とかはまあかなりリアル思考でやってきたんですけども、プラチナさんの場合は、かなり見た目重視というか、まあ、かっこよければ何でもありみたいなところがあって、まあ、そこら辺の違いは感じています。その前のストーリーっていうのはもちろん2と4の間の話っていうことで書いてたんですけれど、今回そのプラチナさんとお話しさせていただいて、向こうの、やりたい作りたいゲーム、やりたいことゲームのコンセプトといったものをかなり長時間にわたって話したところ、それであったら MGS4 の後の話の方が、それにゲームのコンセプトに合ったお話を作れるだろうと、そうですね、
2と4の間って始まりと終わりが決まってるんで、かなり窮屈な中でそのここからここまでに行くっていうことは決まってて、その中でどう動くかだけしか作れない部分っていうのがあったので、4の後であれば、まあ、始まりは決まってるんですけど、その後どういくかっていうのは結構かなり自由に作っていけるっていう部分もあるので、まあ今回のゲーム性と、まあプラチナさんとやらせていただくということを、まあ、最大限に生かすっていうことを考えたときに、まあ、MGS4 の後の話にしようという、まあ、かなり大きな決断でしたけれど、そう決断をしまして、全て書き直しました。今のライジングなんですけども、もう剣を振るだけで気持ちのいい、もうそこら辺を走り回るだけで気持ちのいいっていう、本当にプラチナさんゲームらしい、プラチナゲームズの作品らしいゲームに仕上がりつつあります。でそこに小島プロダクションがもともと得意とするストーリーであったり、カットシーンの演出であったりというところに関しては、小島プロダクションのスタッフが向こうのスタッフとともに現場で作り込むことで、これまでの小島プロダクションでは作れなかった全く新しいゲームが今生まれようとしています。やはりその戦闘におけるところのアクション、そこでのかっこよさであるとか、もちろん世界観のしっかりした重厚感、そこのスピード感も含めて映像に出していけたらいいかなと思っています。いろいろ、まあ、今作ってる状態の、まあ、途中なんですけれども、そのプロモーションの映像とか上がってきて、やはりそのずっと作られたところからまたもう一回リスタートしたというのをやっぱ強調していると思うんですね。そこのところをやっぱりガラッと変わったイメージ、まあ、プラチナゲームズが参画して作ったっていうことに対してもやっぱり結果と出したいと思ってます。それをやっぱり出すことによって、コナミさんと小島プロダクションと仕事をやったということになると思いますので、そこのところをもっとはっきり出せたらいいなということでやってます。で今途中なんですけども、やっぱりそういうところをこう徐々にこう出つつあると思ってますんで、なんとかこのプロジェクトを成功させたいと思ってます。僕たちが一番得意なところを生かすタイトルだと思って作ってるので、そこに関しての手応えはあります。やっぱりアクションゲームを作れば僕たちは世界有数のスタジオだっていう自信を持ってやってるので、その強みっていうのはライジング、新しいライジングの中に存分に生かせていると思ってますし、まあ切ることが気持ちいいゲームっていうのが本当にはっきりしたゲームとして仕上がっていくというふうに自信を持って作ってます。まあただ小島プロダクションもこれだけの期間で作ってくれっていう時間ではすごく無茶を言うくせに、あんまり妥協もしないスタジオなんでいろんなことは大変ですけどね、自分たちの強みっていうのは生かすように作ってますけれども、小島プロダクションの無茶苦茶な要求に応えていくためにも大変な思いをして作ってます。そこだけははっきり言っておきます。大変なこと言われてますひどいスタジオです、ね。まあ、システムも一新されてるっていうのもありますし、まあ、ゲームを通して開発そのものもそうなんですけれど、ライデンっていうキャラクターはゲームを通して生まれ変わるんですね。まあ、プロジェクトそのものも生まれ変わってはいるんですが、そこをぜひ楽しんでいただきたいなと思います。全く新しい形で融合されている一つの完成形の開発主体だとは思いますので、この流れが後の他の会社とかでもやっていければ、もっと競合相手と戦えるようなゲームソフトになるんじゃないかなと思ってます。まあ、ストーリーも、書いてるのはうちのタマリっていう書いてるんですけども、プラチナさんの、まあ、監督、ディレクターがこういうストーリーにしたいっていうのをキャッチボールしながら、それはコジプロのうちが書いてますけども、以前書いてたものとは全然違うものですし、進化がデザインしたものであっても、今回そのビデオのトレーラーに出てるんですけども、レイが出てきて、あれゲーム中の画面なんですけども、ゲーム中にこう、右手にこう巨大なソードがついててあれで襲ってきて、ライデンがあれを受け止めてそのまま掘り投げるっていうところがあったと思うんですけども、あれも僕らのデザインセンスではああいうのは出てこないんですよね。でしんちゃんも最初はびっくりしましたけども、やっぱりあのテイストっていうのはやっぱ僕らからは出ないものなので、
あれもプラチナさんの良さということで、そこはまあお互いこう協議しながら、作ってるところです。ですから僕らの、キャッチボールをしながら新しいメタルギアのライジングを、総合で作ってるという感じです。大阪で東京ですけど、はい、まあ、311とかもありましたけど、やっぱり日本人まだ頑張ってるっていうのを、そうなんです、僕らがね、まあ、そこをね見せたいですし、まあ、世界中の人がまあ応援してくれてるんで、僕ら元気やっていうのを見せたいじゃないですか。でやっぱりその海外に向けてものづくりをしてるんですけども、どこかしら日本的なものが入ってるのが、まあ、プラチナさんのゲームであり僕らのゲームであるんで、そういうまあ世界の伝え方っていうのもやってるとこなかなか少ないと思う。いや全く同感で、まあ昔やっぱりメイドインジャパンが一番だったわけで、はいはい、このゲームで関して言えばもう一回ちょっとそこをドカンと行きたいなと、はい、頑張りたいと思います、はい。